はい、道楽道場です。ですね、今日これ今からねこれを塗っていきます。裏側を塗ってから外側をねやってみます。さあさあ、ちょっとマイク汚れちゃうんだよこれ。今ねこれ使い捨てのねこれを使おうと思ったらガシャ漏れでね、ちょっと急遽ねこれに変えました。ちょっと待ってよ、今は難しい。今仕上げ拭くとこなんだよ、ね、いいよ、これも一緒に塗ってくれていいで。え、これも一緒に塗ってくれて。今飲んだらダメになるやつだわ。今酒持ってきた。え、これもらっていいの。あ、いいよ。本当。ああ、もうサンキューサンキュー、こういうの嬉しいんだよ。なんとかして。え、これを直す。ちょっと待って、動かんでるぞ。うん、動くだけに空気たまらん。空気たまらん。うん、待てども暮らせども空気たまらん。ずっとブイーって言ってる。あー、ちょっとバラシみたいな感じだな。うん、まあ別にそんな急いでないで、うん、ちょっと後日見ますか。うんうん、そうしたって、うん、そうしたって。うん、ちょっと今動画撮影中なんだよね。うん、なんじゃう。うん、これのちょっとね、修理ありますね。ちょっとまた見ますわ。ちょっと今、連れ、また忙しい時、今連れ来てさ、うわ、今来ちゃダメだよっつったら、ハイエース来たらやべえなと思って、隠れようかなと思ったら、来ちゃったよね。ちょっとこれで今ね。はいはい、邪魔が帰ったんで、よし、再開です。
こんな感じですね。いいじゃないですか。ちょっとこうエクボできちゃった。まあいっか。血もこんな感じね。はい、こんな感じで仕上がりました。もうね、触っても大丈夫なぐらい乾燥しました。あ、テロンテロンですね。まあ、跡がね、このぐらい血が出てれば楽に仕上げることができそうです。うん、いいんじゃないの。で、あとはこれをね、さっき連れが持ってきたやつ、これをちょっと次回直してみたいと思います。はい、というわけで今回は以上になります。それじゃあまた。いいね、いいね。いいんじゃないの？